今日は本当にスカッと晴れてるような、ちょっともうお参りしてる時間もねもうないんで、今日はちょっとすいませんかって感じですよ。いやこれはね、これですよ、クワッとね、いやかっこいいですね。ほとんど外食してないんでこういうのの相場ってわからんのですけどね、これぐらいが普通なのか、それともこれは鎌倉観光地だからゆえなのか、まあご祝儀的なもんがありますよ、こういうところの飯はね。もう日が沈んじゃいましてね、まだ16時25分ですよ、ほんと日が短いわ。これが6月の梅雨のね晴れまでやってるって言ったら16時半なんてまだまだですよ。ぼちぼちこれから山降りるべなんて感じでね、で山を出た時刻が18時で、まだうっすら明るいってわけですからね、もうほんとあとね小1時間で、いやもう小1かもしれない、もう30分ぐらいで夜になっちゃいますからね。鎌倉宮行きのバス、あれ乗ってね本当に行くのもいいですけどね、ただここら辺の道ね渋滞がすごいですからね、歩いちゃった方が早い場合もありますからね。ちょっとなんかねおやつ食いたいですけど、ファミリーマートはどこでもあんでね、この先にね和菓子屋の、そう確かくずアイスだったかな、あーそうそこですよ、そこの自販機ちょっと食ってこう。夏だったらね暑いから2つ行くんですけどね、まあ1つにしとこう、寒いしね、あと値段も結構いい値段するからね、300ないしは250円か。冬の味覚ってことでリンゴで行きましょう。ナンバー5番、5、これをちょっと時間かかるんですね、食べてきた、よいしょ。じゃあこのねリンゴいきましょう、こんな変なもんは入ってないですね、もう素晴らしい。もうちょい余裕がありゃねここでなんか買っていきたいという気もあるんですが、なかなかそこまではね、いや財力が、まあ、ともかくねもう時間もないんで歩きながら行きます。このリンゴのねくずアイスいただきます。なんかやっぱ食感がねゼリーとアイスの中間みたいで面白いですよ。本当にこれすごいね、リンゴって味がね全面に出てきますよ。いやリンゴアイスだったらねなんかよくありますよね、青リンゴバーとかなんかあれ香水みたいな感じですけど、これ本当にね、リンゴを凍らしたって感じで、やっぱり値段だけはありますね。この交差点は鶴岡八幡の前だな、このでっかい鳥居ね。いやもう本当日没夜寸前ですよ。あこれまたかっこいいね。でこっちは、まあ、ちょろっとだけせっかくだから見ていこう。屋台はまだまだやってますね。そっか今日日曜だもんな、まだまだねこの日暮れの時間にお参り来るっていう人もいますよね。上の本殿までなんか登るのしんどいな。いや今日はねさほど体力的にはそんな疲れてるわけじゃないんですけどね、なんか気分的になんか疲れてるんですよね。まあ、ここに来たらやっぱりこのね単勝ステーキどうすかな、でも結構並んでるな、まあ、今日はいいか。確かここら辺のスペースでね鶏皮を、そう鶏皮の焼き鳥屋があったんですけどね、あの店はもうやめちゃったのかな。本当にこのね鎌倉八幡宮の屋台の名物の一つだったんですけどね、鶏皮のね焼き鳥ね、いや残念だな。さてこっからどうすっかな、この段かずらまっすぐ行くのもね、これがね
桜でバーッとね咲いてればいいんですけど、ちなみにこの段からずったらこうすごい狭いですけどね、あっちの駅の方に行くと広くなるんですよ。まあディズニーランドでも使ってる遠近法ってやつでね長く見せてるって、まあそういうトリックをね使ってるって言っても、いや鎌倉時代とかよく考えたもんですよね。今日はね、じゃあ久しぶりにこの小町通りの方行こうか。少しねずれてんですよね。こっち行くと普通にね大通りですからね、こっちのね本当に商店街の方が栄えてるのはいいんですけど、ちょっとねこう道がねろくに歩道がないっていうのが、この大通りをねこのまま右の方に行って北鎌倉へ歩くっていうのも味なんですけどね、でもこう暗くちゃね面白くないんでね、本当にそれは明るい時の方がいいですよ。じゃあこっから小町通り入りますか。まだここは家なんですけどね、すぐにね商店街になりますよ。これ上はマンションなのかな、まあ便利だけどちょっとね、賑やかなのが好きな人じゃないとねえ、クレープ、いやクレープもな自分じゃなかなか焼けないからな、やって薄くはな。なんかそういや学生服の人がポツポツ見られますね。そうか、鎌倉って言ったら修学旅行で来るよな。そうだよな、うん、そう私もね中学の時来たかな、あと陸上自衛隊のねその卒業ですか、とりあえず前期のねあっちの竹山のその卒業旅行みたいな形で鎌倉来たことあるな。なんかやっぱりそういう感じで来る人が多いんですね。これは団子屋さんだな、完売。これはもう今日は時間が遅いから売り切れてんのかな。あいい値段200円、まあそんなもんだよな。普段こういうところしょっちゅう来ない人にとってはね、せっかくだからってやっぱりねちょっとねこう財布の紐を緩めてやっちゃうんでしょうけど、まあ私もその気になれば毎週来られないこともないんでね。あこのせんべい屋さんか、ここはね本当にリーズナブルでうまいんでね、なんか買っていくかな。どうすっかな、 あったあった、これは250円か、じゃあこれで行こう。あいやこっち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 だ、このね唐辛子せんべい、これがいいな。二度漬け醤油ね、いやこうやってねあらかじめね割ってある方が食いやすいですよ。これで行きましょう。買ってきました、税込み250円ですか、いやありがたいですね。いやこのねおせんべいね本当に味がシンプルでね、いやシンプルなだけあってね本当にストレートな味でうまいんですよ。そこにね250円で買えるっていうのは本当に鎌倉ではありがたいですね。さっきの団子屋1本200何円とかザラですからね、ありがたいです。ここはこっちの方がやっぱ明るいから、結構撮れるな、まあカメラの性能もありますからね。久しぶりに来るとこの小町通りもいいもんだな。それにもうね日曜のねこの夜ですからね、なんかみんなゆったりとした雰囲気があっていいですよ。一時は本当抹茶の店ばっかりだったんですけど、いやいろいろ最近はこうねバリエーション飛んでますね。いちご飴か、あの鳥居が見えるってことはもうすぐそこ駅か。これ本当に興味のね赴くまま金使ってったらね本当に簡単に1万円がいつの間にかね1000円札、それがあっという間に100円玉になっちゃいますね。ここの喫茶店もねなかなかねこのなんかでっかいホットケーキが有名ってわけでね、あいやもう1100円、あれ前600、700じゃなかったかな。いやいやいや私がこう食ったのは確か4、5年前それぐらいだったのにね、えらい値段上がってんな。まだパフェの方がねリーズナブルだな。さてもう駅か、あいい色だねこれね、赤とね夕暮れの真っ青すごいな。さてこれからどうしようかな、いつものパターンならね、はい、写真を撮るいいですか。 OKOKOK、 かっこいい、ありがとうございます。素晴らしいの、このそば、そうですそうです、大好きこのアニメ、わかりますか、わかりますわかりますいただきます。
ありがとうございます。いや、この巣場の人気はね、本当に世界的ですね。いや、分かる方がいらっしゃるとはね。さて、そうですよ、いつもならね、あそこのマクドでね、なんか買って、で駅の反対側の広場でね、こうなんか飲みながらやるんですけどね、どうするかな。もう今日はね、なんかもう疲れちゃってるからな。あとね、醤油とわさびも持ってきたんですよ。いや、一番本来の予定としては、このあとね、カワマンっていう、ずっとね、この道を先行ったところにうまい魚屋があって、そこでね、なんか刺身仕入れて、葛原岡神社の前のね、ベンチテーブルで一杯やろうかと思ったけど、やっぱダメだ、帰ろう今日は。まだ時間の方はね、17時そこそこなんですよ。もうこんな暗いですけどね、体力の方もそこそこあるんですが、なんか気分的になんかダメって感じなんですよね。こういう時は無理しない方がいいでしょう。いかがでしたでしょうか。今日はね、天苑ハイキングコースのしまいは、あれ、あそこがね、あそこら辺がすごいもみじだっていうんで行ってみたんですけど、本当にすごいもみじでしたよね。もっと時間があればなって感じですよ。いや、ここのとこね、本当に賃金労働の方が忙しくて、あとこの寒暖差とかね、そういうのもいろいろあって、なんかやっぱり疲れ溜まってんのかな。いや、もっと早くやんなきゃいけません、ね、もっと早起きしてね。でもね、あそこがすごいもんだっていうのは本当に体験できてよかったですよ。またね、来年ありますからね、とか あるように生きなきゃいけませんよね。いや、しかし本当ね、今日はこんなにね、あったかくて、しかも日が沈んでもね、さほど寒くないんですよ。で、風も緩いしね、ここからもう一発で行きたいんですけどね、もうさっきも言ったように なんか本当になんかだるいんですよね。こういう時はね、やっぱりなんかこうやばいサインっていう可能性がありますね、体の方のね。だから今日はもう無理しないで帰って休むことにいたします。のんだくれでした。